こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代の冬コーデベスト3というテーマでお届けをしたいと思っています。まあ、いよいよですね、年末を迎えて皆さんもですね、きっとお仕事お忙しい頃かなと思います。まあ、これぐらいの季節になりますとイベントもたくさんありまして、クリスマスがあったりですとか、大晦日があったりですとか、新年になったらまたね、様々な場所にですね、皆さんお出かけされると思うんですが、まあ、そんな時にですね、僕たち大人世代 どんなな着こなしをすればいいのかきっと迷われている方も多いいいはずかなとと思いますということで、今回の動画では、年末年始ですね、着こなしを楽しむために、具体的にですね、3つのコーディネートを考えてみましたので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。ちょっと綺麗めなコートスタイルから寒い時でも対応できるようなダウンのコーディネートまで、まあ、今回は3つご紹介するわけなんですが、まあ、このあたりをベースにしながら、あとは皆さんのお手持ちのアイテムで、 ちょっとずつカスタマイズしていただければもう十分ですね年末年始の着こなしは楽しんでいただけるかなと思いますのでぜひ最後までお楽しみいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょうはいということでここからはですね具体的に40代の冬コーデですね皆さんに解説したいなと思ってんですが まず何と言っても一つ目はですね、このようなロング丈のコートを使ったコーディネートは欠かせない鉄板かなと思います。僕が今着てるのは先日ですね、ご紹介しました。今季のグリーンレベルのですね、ちょっとオーバーサイズ気味のチェスターコートなんですが、まあこれがですね、やっぱり使い勝手がいいかなと思います。カラーは先日はダークグレートモカ両方ですね、ご紹介したんですが、 ちょっと柔らかさを出すために今回はモカを着てみました。このカラーもですね、大人の男性にはすごく似合いやすいかなと思います。まあ従来のチェスターコットに比べるとちょっとですね、リラックス感のあるシルエットで今のトレンド感に合ったサイズ感になってるんですね。ただ、その中でもだらしなくならないような適度なゆとりになっているのでこれだったら40代の大人世代でも使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。非常にあったかいですし着るだけで大人見えするというところでは、まあ、まさに鉄板なアイテムかなと思います。 思いますで、内側にはですね、丸首のニットですね。今着てるのはユニクロのですね、プレミアムラムのですね、クルーネックセーターですね。 これのブルーですね。ちょっとロイヤルブルーっぽい色合いをですね、今回は着てみました。まあ、このニット自体が綺麗な色なので、コートを脱いだ時にでもですね、しっかりと主役になってくれるので、まあ、このような綺麗色のニットというのは、大人世代にはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。綺麗な色なんだけども、価格は抑えめというところでは、まあ、今季最強かなと思うので、ぜひまだ持ってない方はチェックをしていただきたいなと思います。そして首元にはですね、マフラーを今回は差し込んでみました。 このようなチェスターコートって、この胸元が開くんですよね。ここが真冬だとちょっと寒かったりだとか、寂しい印象にもなりがちなので、そこを埋めるようにマフラーを使ってあげると非常にバランスがいいかなと思います。今僕がしているのは結構前に買ったものなんですが、 確かベグコーというブランドをですね、マフラーだったと思います。タグをですね、マフラー僕取っちゃうので、ちょっと明確ではないんですが、まあ、エディフィスで購入したベグだったかなと思います。まあ、このようにちょっと色合いがですね、ブルーですとかグレー系のものであれば、まあ、様々なコートの色とも相性が良くて、今のようなモカみたいなカラーにも合いますし、もう一着のダークグレーのコートにも合うので、このようなちょっとボリューミーなマフラーを巻いてあげると、バランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、ちなみにですね、マフラーの巻き方 なんですが、まあいろいろと凝ったものもあるんですね。いわゆるピット ティー巻きみたいなものもあったりするんですが、まあ、最近はですね、僕はこのワンループですね、これがなんかこう狙った感じもないし、一番こうシンプルで使いやすいかなと思うので、改めてワンループを使うことが多いですね。で、巻く時のポイントなんですが、あんまりこう小綺麗に巻くんじゃなくて、あえてちょっとこうざっくりと適当にですね、巻くぐらいの方が、ちょっと着崩した感じが出るので、まあバランスがいいんじゃないのかなと思います。ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもトライしてみてください。 そして上半身がですね、ちょっとこのようなモカで曖昧な色合いなので、ボトムスはしっかりとですね、引き締めてあげるという意味で、 ブラック系のイージーパンツですね。これまたグリーンレベルのオルマイージーパンツを合わせてみました。まあ、シルエット的にはですね、あんまりこう太くないんですよ。いわゆるタックテーパードパンツのようなゆとりのあるものだと、ちょっと40代以降の男性だと、やぼったく見える可能性があるので、まあこれぐらいのですね、少し盲周りにはゆとりはありますが、膝下テーパードがちゃんと効いてるボトムスが非常に相性がいいんじゃないのかなと思います。足元はですね、コンバースのオールスタークップですね。白レザースニーカーで、少しですね、明るい のの色を足してあげるるとと爽やかかさも出せるかなと思うのでこのコーディネートを非常に簡単だと思うので、ぜひ皆さんもトライをしてみてください。まあ、お手持ちのチェスターコートがネイビーだとかブラック、ダークグレーでも全然いいと思いますので、まあ、そういったものに対してちょっと綺麗な色のニットですね。今僕はロイヤルブルー着てますが、ホワイト系とかでもいいと思いますので、まあ、コートを使ったコーディネート、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて二つ目のですね、40代の冬コーデなんですが、 今回はですね、普段の僕のスタイルに一番近いものをですね、あえて組んでいました。ですので、一つ目と三つ目のコーディネートに比べると、ややトレンド感が強いんですが、まあ一つぐらいはこういったスタイルも皆さんにご紹介するのもいいのかなと思っています。まあ先ほどのようなチェスターコート大人っぽくてすごくいいかなと思うんですが、僕自身は正直ですね、少しカジュアル目が好きなので、今回はキルティングジャケットですね、これ去年のパープルレーベルのものをですね、メインに着ています。 意外とですね、まあ、キルティングの内側はダウンになっているので、12月末ぐらいまでは全然寒くなくて、これぐらいでも僕は十分過ごすことができるんですね。特に今回はレイヤードを組んでいまして、一番下にはユニクロのモックネックドライ T シャツですね。これが襟元までしっかりとありますので、割と暖かいんですね。さらに言うと、この下にはですね、ヒートテックを着ているので、結構レイヤードとしては暖かいんですね。その上にはパーカーを挟み込んでいるんですが、どうしてもですね、 秋冬の着こなしって色が濃くなりがちなので、まあ、ベージュ色のパーカーというところで少しだけ柔らかみだとか温かみを感じるようなカラーを交えてみましたで、ボトムスに関してはこれはですねブラウンとオリーブの間ぐらいの色のもので 今期のグリーンレーベルのものなんですが、これがですね、結構最近よく履いていまして、まあベージュっぽいパーカーとこのようなブラウン系がすごく相性がいいので、僕はですね、これよく履いています。まあブラックのアウターとも結構相性がいいので、このような形でちょっとですね、秋冬らしいロミをボトムスに加えてあげるとバランスがいいかなと思います。シ足元はですね、ニューバランスのグレー系のスニーカーで、ちょっとこうトレンド感の漂うような形で合わせてみました。まあ全体 具体的にサイズ感も緩いです。先ほどですね、なるべくパンツはですね、太すぎないものを選びましょうとお伝えしましたが、トレンド感を楽しみたい男性であれば、まあこれぐらいのゆったりめのシルエットを楽しむのも、まあ一つぐらいはありなんじゃないのかなと思います。初級者向けというよりは中級者ぐらいの方であればですね、このようなトレンド感のある着こなしも40代の男性、まだまだ使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラスト4点目なんですが、ダウンを使った着こなしですね。これまた冬には欠かせないコーディネートかなと思います。ただダウン自体って結構カジュアルに見えるので、なかなかですね、スタイリッシュに見せるのが難しいアイテムでもあるかなと思うんですね。膨らみ感があったりだとか、まあ微光沢感があったりだとか、カジュアル見えしたりするものが多いんですが、まあ今回はですね、去年のグリーンレベルのダウンを持ってきたわけなんですが、こちらは表面の光沢感も抑えてありますし、あとはダウンと いののもくもこ感もいのですごく感なででですすすごねね大人っぽく見えるんです、ね、そして、極めつけは丈の長さですね。ちょっとお尻が隠れるぐらいの長さになっていまして、まあ、これぐらいのバランスだと大人の男性にはですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。今年もですね、このシリーズ、アップデートされたものが売ってますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもチェックしていただきたいなと思います。で、カラー展開も色々あると思うんですが、個人的には、 やっぱりですね、ブラックネイビーダークグレーのような、ダウンは濃い色の方がシャープに見えるんですね。まあ、特に40代以上の大人の男性であれば、なるべくシャープに見せた方がダウンスタイルも良いかなと思うので、まあ、今回のようなブラックもですね、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。そしてこの内側なんですけども、今回はレイヤードを組んでみました。一番下にはですね、白のバンドカラーシャツを着て、少し襟元だとか、裾からですね、チラ見せするような形にしていまして、その上に はですね、ニットを着ています。これ一番最初に着ていたユニクロのプレミアムラムのですね、クルネックセーターなんですが、ロイヤルブルーもめちゃくちゃ良かったんですけども、今回着ているこのパープルですね、これまた、 なかなかいい色合いだったんですね。今季はこのような色がちょっとトレンドカラーにもなっていますので、ぜひ皆さんにもですね、こういった綺麗な色のニットを試していただきたいなと思っています。そしてボトムスはですね、ちょっと見えづらいかもしれないですが、ダークグレーにですね、ヘリンボン柄が入った、まあ秋冬らしいですね、一本を選んでみました。まあダウンスタイルがちょっとやぼったく見えがちなので、上半身はブラック、下半身はダークグレーで、ちょっと色味をですね、シャープに引き締めてあげると、大人の男性にも似合い いやすいかなと思いますで、足元はですね、ジャーマントレーナー、こちら合わせまして、まあ、ホワイトで少し明るさを出しながら、こういったシャツとですね、色をリンクさせてあげると、なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、このようなダウンスタイルもですね、ベーシックではあるんですが、差し色のパープルが入るだけで、だいぶですね、今っぽさだとか、華やかさも出るかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代冬の鉄板コーデベスト3というテーマでお届けをしました。まあ正直ですね、一つ目のロング丈のコートのコーディネートと三つ目のですね、ダウンコーデこの二つがですね、結構主軸になるかなと思います。二つ目のコーディネートに関しては僕自身の普段のスタイルでちょっとトレンド寄りではあるかなと思うんですが、まあ、様々なスタイルをご紹介しましたので皆さんのしっくりとくるものですね、ぜひ手持ちのもので再現をしていただければ なければなというふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツマッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してます youtube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしていますまあ、メンバーシップのチャンネルでは週に3,4本のオリジナルの動画とあとはですねメンバーシップ限定のライブ配信もやっていまして皆さんと直接質問をやり取りしながらですねワイワイと 楽しんでいますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなか動画をチェックできない方のためにですね、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方では、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、こういうののの解説をなるべくコンパクトにですね、お届けをしています。僕の方でも1日だいたい2記事くらいをアップしていまして、僕以外のスタイリストの方も多数在籍をしていまして、記事を書いてくださっています。また、参加している皆さんも記事を投稿することができるので、 おしゃれが好きな大人の男性がワイワイと交流をしているですね。社工場となってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの小山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。